どうもおはようございます。おはようございます。今日何ですか、急にビッグカメラ来てくださいって言われたんですけど。いやいや、今日は僕大好きなゲームソフトを買いに来たんです。ゲームですか？ゲームです。急に？いやいや、いいやん、大好き。ああ、いや全然いいんですけど。今日はですね、新宿のビッグカメラさんにちょっとお邪魔して、はい、買い物しようかなと思っておりますので。じゃあ行きましょう、早速雨も降ってますから。雨濡れ、いや濡れてんです今。呼び出されたテンションで来てるけど、なんかちょっと楽しそうやん。ええ、もう半身雨に濡れてんです今僕。早く入りましょう。雨やからな。早く入りましょう。知ってますか、ビックロ。何？ユニクロとビックカメラが一緒になってるんですよ。いや知ってるよ。あれ、バカにしてるやろ。小池徹平さん、ビックロご存知？めちゃめちゃユニクロも行くし、めちゃめちゃカメラも行くし。 ありがとうございます。いやいや、今回でもやっぱね、まあ、ビッグさん、これさ、ネットで見たらさ、はい、めっちゃ安なってね、ちょっとやりたいなと思ってたけど、かなりなんか重たいとフリーズしちゃったりとかある、ね、ああ、そうなんや。この前、ラジオで言ってた、そう、歌丸さんのやつで、そう、言っててんけど、大体言っててんけど、一応チェックするやん。ほんなら、なんか、ちょっとフリーズしたりするって言ってて、事前にチェックするんですか？そう、するよ。買い物上手、さすが。いや、そんな言うねん。あ、そうだって。この前も、なんか、スープから始めた。やりたい。最高の贅沢な悩みやね。たまには贅沢ですね。とりあえず買ってみるみたいな。そんなジャケ買いみたいな。はい。意外と名作と巡り合うかもしれないです。これめっちゃ面白いで。あ、言ってたやつですね。そう、これ歌丸さんのラジオでも言ったけど、これ今度な、アップデートすんのよ。マルチプレイできんねん。それがもう超楽しい、うん、ってことは一生できるってことですか？半永久的に。一生できるって、そのアップデートしていくってことは。でもそういうこと、自分が満足するまではできる。いわゆるその昔のゲームみたいに終わるってことがないってことですか？ないんじゃない？ちょっとなんか、モンハンっぽくなるんじゃない？あー、アベンジャーどうする？フリーズするって噂のアベンジャーちょっと行ってみへん。一応その、わかんないですけど、世間の評価が正しいのか試してみるっていう、あの、番組になっても面白いんじゃないですか？めちゃめちゃいっぱいある。ちょっとアベンジャー買ってみよう。ちょっとチャレンジ。いいと思う。ほんまにちょっとフリーズするかちょっと試して、はい、ね、面白そうですよね。やっぱアイアンマンとかハルク使ってみたいやん。これやってるスパイダーマンはね、PS5 のスパイダーマンがやりたいんですけど、5が変われへんよね今。大人気ですからね。なんかちょっとわかんないですけど、ビックロさんね、来させてもらってる、なんか言ったらこそっともらえたりするんじゃないですか？そんなわけ。芸能人パワー、何どうもーって小池徹平です。だいたいこの小池徹平ビックロでゲームを物色する絵っていうのが新鮮なんですけど、見てる人びっくりしてますよ。ビックロだけになんかしょうもないこと言ってる今。あ、ちょっと待って、ゲットが出ないとあるやん。マジであった。なんか見つけました。これさ、鬼ごっこの、あー、なんか聞いたことありますね。結構なんか中継やってる人も多い。はいはいはい。これ欲しかったから。なんか流行ってるやつですよね。そう、なんかオンラインでみんなっていうか、そのね、オンラインでやるの面白そう。ジェター死にゲーダークソウル、これもおもろそうやな。
死にゲーってのはどういうことなんですか。マジですぐ死ぬやつ、死にまくって。ああ、なるほど。昔でいう魔界村みたいな。ああ、なんかそんな感じに近いかも。そう、ええちゃう。ラインナップとしてはいろんなジャンルあるやん。日本50時間やったとしてもさ、200時間、うん、どんだけ YouTube 更新しようとしてるんですか。よし、ちょっとこれでいきましょうよ今回。ちょっと買いすぎぐらいやけど。はい、いいですね。決めんの早いですね。いや、早いよ。好きなゲームが決まってるからね。さすが買い物上手です。あった、食べてください。これ小池淑平さん、ビッグポイントカード持ってるんですね。持ってるよ。でもさすがポイントやった。無事にソフト買ったんですけど、4本買いました。まあ、今回ね、こんな感じで普通の買い物しただけなんですけど、これからね、ちょっとプレイ動画も上げていきたいなと思ってますので、ぜひこんな緩い感じでやってますが、チャンネル登録よろしくお願いします。やるぞ。ちょ、もう今すぐ行きましょう。行きましょう。やりに行きましょう。やるぞ。